ポーランドでのガラス瓶とプラスチックボトルの分別回収のスポット。リサイクルのために圧縮されたアルミ缶。アルミはリサイクル率が高く、リサイクルの優等生と呼ばれている。アルミニウム現代では電子部品からレアメタルがリサイクルされている。リサイクルは人間から排出された資源を再度回収して利用すること。再生利用、資源再生。 再資源化、再生資源化などと訳される。廃棄物等の再生利用は、資源、エネルギー問題の深刻化に対応するための、長期的な資源確保のための手段という観点、本来処理されるべき、廃棄物量の減少という二つの観点を持つ。リサイクルに関する用語の定義や整理は地域により、異なっている。 分類については口述するが EU の各種指令ではリサイクルは再生品化を行うマテリアルリサイクルのことを指しエネルギー発生手段として利用するエネルギーリカバリーなどと合わせてリカバリーという用語を使用しているただしこれはドイツなど各国の国内でのリサイクル方法の用語の整理とも違いがある日本ではマテリアルリサイクルケミカルリサイクル サーマルリサイクルなどの分類が用いられる。百科事典等の説明文や定義文は次のようになっている。リサイクルされるものの回収の方法は、主として、次の三つの方法がある。一つは、有償買取であり、持ち込む人が分別し、リサイクル業者や不要品回収業者に持ち込み、何らかの対価を得る、というものである。二つ目は、無償方式で、 不要となったものを業者のところに持ち込むが対価は得ないというもの。もう一つは個人や組織が出す不要品を何らかの機関が回って回収するというものである。地方自治体による回収の他にも市民がボランティアで自主的に資源回収活動を行っている場合もある。 他にも様々な工夫をした回収法を導入している国もある。回収 EUEU の各種指令ではリサイクルは再生品化を行うマテリアルリサイクルのことを指す。エネルギー発生手段として利用することはエネルギーリカバリーと呼ばれており、マテリアルリサイクルやエネルギーリカバリーなどを合わせてリカバリーという用語を使用している。なお、 マテリアルリサイクルのうち、微生物を使用した、放送廃棄物の処理を有機リサイクル、オーガニックリサイクリングと定義している。ドイツプラスチックのリサイクル手法としては、再生品化を行う、メカニカルリサイクルや原料レベルで再資源化する、フィードストックリサイクルがリサイクルとして扱われている。エネルギーとして利用することは、エネルギーリカバリーと呼ばれている。 日本プラスチックのリサイクルでは、プラスチック再生品化を意味する、マテリアルリサイクル、原料、モノマーカーによる、ケミカルリサイクル、エネルギーとして利用する、サーマルリサイクルなどがある。一つの大分類法は、内部リサイクルと外部リサイクルに分類する方法である。内部リサイクルとは、例えば、製造工程において生じた、廃棄物をその工程で再利用することである。 例えば、銅管を製造している工場では、その製造工程で銅管の端を切ったり削ったりし、不要物が生じるが、それを、工場内で熱し溶かして、銅材として、銅管の製造工程で再利用することは、内部リサイクルの一例である。また内部リサイクルには、例えば、醸造工場で生じ不要となった、絞りカスを原材料として用いて、銅工場で資料を作る。 などといった形もあり得る。外部リサイクルとは、使用済みとなったり廃棄された製品から、原材料を再生することである。例えば、新聞や雑誌を回収し、再生紙工場で粉砕しパルプの状態に戻し、新たに紙を作ることもそれに当たる。広範囲に行われている外部リサイクルの例としては、新聞紙、雑誌類と並んで、 ガラス瓶やアルミ缶などの再生も上げることができる。現在の日本でのリサイクルには、流通段階の小売業者も、また、リサイクル業者も、そして、市町村も大きな役割を果たしている。例えば、ガラス瓶、大型家電、電池などの回収には、小売店も大きな役割を果たしている。例えば、飲料のガラス瓶は、小売店が、 積極的に回収しており、大型家電は家電販売店が新品販売時に下取りなどとして古い家電を回収しており、乾電池は店舗に電池回収箱などが置かれているわけである。古市や古仙衣類はリサイクル業者が盛んに回収している。また、多くの市、町、村が資源の分別回収を行っており、 市民も再資源化できるものとそうでないものを分別して再資源化が効率よく行われている自治体も多い。資源の有効利用、廃棄物の発生抑制、環境の保全を目的としてリサイクルを促進するための措置を定めた再生資源の利用の促進に関する法律が国会を通過し1991年10月より施行された。その後、 資源の有効な利用の促進に関する法律に改正され2001年4月に施行された。本法はリデュース、リユース、リサイクルの考え方を取り入れ、事業者がこれらの取り組みを進めることを目的としている。リサイクル率の分母と分子の数値の定義は国によって異なる。廃棄物の総量は家庭系の主要な資源ゴミだけの場合、生ゴミなど、 その他の家庭系資源ごみを含む場合、家庭ごみ全体を含める場合、事業系ごみまで含む場合など国により、算定方法が異なる。また、廃棄物の総量の算出をする段階も、国により廃棄物の発生量、廃棄物の排出量、廃棄物がリサイクル施設に入った量など国により、算定方法が異なり、問題とされている。 国立環境研究所の研究者は、リサイクル指標に関する5つの課題を指摘し、少なくとも4つの指標で、リサイクルの状態を計測すべきとしている。新聞販売店による、小新聞回収花見会場にて、分別と回収。紙のリサイクルは水平リサイクルとカスケードリサイクルがある。品質が低い紙に再生される場合は、カスケードの方である。 回収した紙は、古紙として再び紙の原料となり、トイレットペーパー、段ボール、白板紙の原料となる場合が多い。牛乳パックは、バージンパルプから作成されていて、繊維の品質が高いものとして流通するが、回収された古紙は、トイレットペーパーや板紙といったものに加工されており、有効に利用されることが多い。用途に特化した紙が作られるようになるにつれ、 関熱紙をはじめとして、リサイクル上の問題となる近期品が増えており、問題視されている。また、シュレッダーで処理された紙は、用途によっては、パルプセミが切り刻まれているため再生には不利である。アルミニウムは、地金を心臓する際に、電気の缶詰と言われるほど電力を消費するが、防気サイトから、アルミニウム地金を生産する、電力消費量と、 アルミ缶をリサイクルしてアルミニウム地金を生産する場合を比較するとわずか3%で済む。その量を電力に換算すると2019年度の場合は70億キロワットアワーとなる。これは全国にある住宅の約15日分の使用電力量に相当する。こうした利点があるためアルミニウムは日本国内において最も リサイクル化が進んでいる金属であり、アルミ缶のリサイクル率が97.9%にも達する。そのため、アルミニウムはしばしば、リサイクルの優等生と呼ばれる。さらに、再び、アルミ缶としてリサイクルされる割合は約 66. 9、約66.9%となっている。また、誘拐時には、空気中の窒素と反応して、窒化アルミニウムアルンとして一部が失われる。 この窒化物は、誘拐時に、ルツボの表面に浮かぶので捨てられるが、空気中の水分と徐々に反応して、アンモニアを生じる。また、プルトップ部分は合成を持たせるため、マグネシウムを加えた合金を使用している。そのためリサイクル時にはそれを酸化して除かねばならず、無駄が生じる。世で用いられる銅は、リサイクルが、その主要な源となっている。銅は、 アルミニウムのように原料のままの状態であっても製品中に含まれている状態であっても関係なく品質の損失なしに100%リサイクルすることが可能である。だから銅は古代からリサイクルされ続けているのである。銅はアルミや鉄に次いで金属として3番目の量リサイクルされている。社会に蓄積された 鉄鋼約13億9269万トンの鉄が循環しており、電炉法と電炉法によりリサイクルが大規模に行われている。また、日本のスチール管理サイクル率は2011年度以降90%以上であり、2019年度は93.3%となっている。ガラス製の液体コンテナのうち、いわゆるリターナブル瓶はそのまま洗浄して、 再使用されるが、一方のアンウェイ瓶は破砕されリサイクルされる。この破砕され、ガラス原料に用いられるものをカレットと呼ぶ。カレットは、ガラス原料から直接ガラスを製造するよりも、材料としての純度が安定しており、またより少ないエネルギー量で瓶に加工できる。2005年では製造されるガラス瓶の90%以上が、このカレットを原料としており、 再び社会で利用される。ただ市民製造量に対して、カレット原料としての回収率は60%前後であるため、より効率の良い回収方法も求められている。ガラスのリサイクル石鹸、ディーゼルエンジニ用燃料などに再利用される。食用油のリサイクルペットボトルのリサイクル率は、ドイツは2015年には93.5%という、高い値を達成した。 される日本でのリサイクル率の2019年の推計値としては85.8%だったとされる。米国でのペットボトルのリサイクル率は2019年で19.7%と推計された。ボトルとして再製造されなかった分の大部分は砕いて8から9ミリメートル程度の大きさのフレーク状やもっと細かいペレット状の材料にされる。 PET フレークからは、シート状の材料などにされ、ペレットからは、繊維などにされる。ペットボトルの生地中のリサイクルの章及びペットボトルのリサイクルなどが参照化。電池類におけるリサイクル対象は、マンガン乾電池、アルカリ乾電池、ボタン電池、リチウム1次電池、リチウム4二次電池、ニッケル水素、ニカド電池、自動車用バッテリーの7種類。 リサイクルに出す際は、電池の種類に関係なく、プラス極及び、マイナス極を、セロハンテープなどで貼り付けることで絶縁しておく、必要がある。言葉がわからない旅行者にも、分別して投じてもらえるようピクトグラムで、投入可能なゴミの種類を示すゴミ箱。シンガポールにて、オランダのき瓶回収期日本の小売店でのアルミ缶、食品トレー。 牛乳パック回収概説で説明したように大きく分けると主としてリサイクル業者による有償買取、無償引受、エージェントによる回収の3つがあり、またボランティアによる回収も行われている。他にも国によっては次のような回収方式がある。回収業者に回収された資源ゴミは分別または洗浄されることによって再資源化業者に売却される。 これによって回収業者の運営費用、雇用の賃金が賄われているという実態がある。資源ゴミは人件費の安い途上国からは一定の買い取り、需要があり、主に先進国の回収業者から途上国の再資源化業者へ資源ゴミが輸出され、輸入された国の再資源化業者が代価を支払うといった貿易関係が存在する。 これが工術のリサイクルの課題にもつながっている。リサイクル用の資源は、各国の国内で需要と供給が一致しないために、貿易が行われる。需給不一致の原因は、ある製品のリサイクルは、同じ製品に使われない場合がある。再生資源が発生するタイミングと再生資源を、利用したいタイミングが合わない、製品が作られた地域と廃棄された地域が異なる、などがある。 再生資源の貿易は資源の有効利用として環境面からも便益がある、される。国連の貿易統計によれば、2015年の再生資源の輸出入を重量順位で見ると、上位は鉄スクラップ、古市粒状スラグ、ハイプラスチック。金額の上位は鉄スクラップ、銅スクラップ、貴金属スクラップなどである。 回収品に不純物が混入すると再生品の品質が落ちる。例えば古紙にラミネートなどが混入していて、それの再生工場での除去がうまくいかないと再生品の品質が落ちる。そのため、再生業者の不純物の除去の技術の向上や資源ゴミを出すものが分別をしっかり行うことが望まれており、資源の回収を行う自治体や回収業者などによって、 分別の徹底のお願いなどの広報がなされることもある。再生品は再生を繰り返すうちに品質が次第に低下する傾向があるので新しい材料への再生材の混合率を一定程度に抑えるなどの工夫がされる場合もある。一般に鉱物資源や植物資源から作るよりはリサイクルに必要なエネルギーは少ないのでリサイクルの方が経済的であり、 また、エネルギー効率から見ても有利なことは多い。例えば優秀な例を挙げると、防気サイトからアルミの地金を製造するのと比べて、アルミ缶からアルミ地金を作る場合わずか3%のエネルギーで済む。一般に、鉱物資源や植物資源などから製品を製造するのにも大きなエネルギーが必要であるが、 リサイクルもエネルギーが無で済むというわけではなくそれなりに必要となる。リサイクルをエントロピーという観点から分析し、課題意識を持つ人もいる。2010年代、中華人民共和国は資源ゴミの最大輸入国であり、2016年のハイプラスチックの輸入量は730万トンに及んでいた。しかしながら、資源ゴミに含まれる汚染物質が リサイクルの過程で国内環境に与える影響は雑誌できないレベルとなったため2017年7月18日中国当局は WTO に対して2018年よりハイプラスチックや身分別の古紙などの一部廃棄物の輸入を停止することを通告2018年1月より実行された一方中国の輸入停止を受けて 資源ゴミの輸出国であった大韓民国では行き場を失ったハイプラスチックなどがダブつき、既存のリサイクルシステムが打撃を受ける状況も見られた。イギリスでも、リサイクル向けに回収されたプラスチックのほぼ全量を中国に送っていたこともあり、中国の引き受け停止を受けて、従来からのリサイクルシステムが崩壊。ハイプラスチックの焼却処理を余儀なくされている。 日本はこれまで、ハイプラスチックの大半を中国に輸出していたが、中国の引き受け停止を受けて、2018年以降、輸出量が減少している。2019年の日本のハイプラスチックの輸出量は、前年比10.9%減の89万8千トンだった。ハイプラスチックの輸出量は2014年以降、減少を続けていたが、100万トンを切るのは2004年。 以来、リサイクル製品は、再利用や再生に要するコストが上乗せされるため、新品との価格競争において不利になることがある。2020年前半、2019、新型コロナウイルスの感染拡大などが要因となり、原油価格が下落、プラスチック製品の原料が安価になったため、リサイクル製品が新品よりも割高になる現象が見られ、 プラスチックのリサイクル自体が滞るようになった。ユニバーサルリサイクルシンボル国際的に1970年代からユニバーサルリサイクルシンボルが用いられている。1988年から樹脂識別コードという数字を加えたものも用いられるようになり、プラスチック製品の回収の際の分別の助けと伴っている。ありがとうございます。